はい、どうもです。森喜朗会長の3日の女性蔑視発言について述べてみたいと思います。東京五輪パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が4日、報道陣の取材に応じ3日の日本オリンピック委員会 JOC 臨時評議委員会での 女性をめぐる発言について深く反省している。発言をいたした件については撤回したい。不愉快な思いをした皆様についてはお,お詫び申し上げたい。と謝罪した。国内外で批判の声が高まっているが辞任は否定した。3日の。 JOC 臨時評議委員会での森会長の「女性をめぐる発言」これはテレビがあるからやりにくいんだが女性理事を4割というのは文化省がうるさく言うんですね。だけど女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります。これもうちの恥を言いますが。 ラグビー協会は今までの倍時間がかかる。女性がなんと10人くらいいるのが今。5人が10人に見えた。笑いが起きる。5人います。女性っていうのは優れているところですが、競争意識が強い。誰か一人が手を挙げると、自分も言わなきゃいけないと思うのでしょうね。 それれででみんんな発言されるんです。結局女性っていうのはそういうあまり言うと新聞に悪口書かれる俺がまた悪口言ったとなるけど女性を必ずしも増やしていく場合は発言の時間をある程度規制しておかないとなかなか終わらないから困ると言っていて。 誰が言ったかは言いませんが、そんなこともあります。子供の、私どもの組織委員会にも女性は何人いますか。7人くらいおられますが、みんなわきまえておられます。みんな競技団体からのご出身で国際的に大きな場所を踏んでおられる方々ばかりです。 ですからお話もきちんとした的を得たそういうのは集約されて非常に我々役立っていますが欠員があるとすぐ女性を選ぼうということになるわけです。というような記者会見の発言内容なんですがこれが火種になって国際的に 避難をされていますでもこれ読むとどうなんでしょう自分たちの組織にも女性が7人ぐらいいてみんな競技団体からの出身であるとでみんな分けまいているばっかりなんで話もきちんとして的を置いてでそういうのが非常に我々は役に立っていますというようにこれ褒めてますよね女性を。でその 発言内容なんですが女「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかります」「これもうちの恥を言いますがラグビー協会は今までの倍時間がかかる」「女性がなんと10人くらいいるのが今5人か10人に見えた」 で、そのラクビー協会で時間が倍になったということを挙げたわけですよね。これが女性蔑視という形で報道されて、これが、この部分が切り取りということなんですけどね。決して女性蔑視,蔑視の発言をしているとは思いません。なぜこのようになってるかということですね。で、結局辞任という形になってるんですけども、 そのポスト森で浮上しているのが橋本子子 vs 小谷美香子さんその2人の名前が挙がってるということなので現在正式にまだ誰がということは決まってないんですよね。東京五輪パラリンピック組織委員会の森喜朗会長83歳による女性別紙発言に端を発した 辞任騒動を受け公認選びが泥沼化している新設の候補者検討委員会によって早ければ週内にも候補者が絞られる見通しの中現時点で複数の名前が乱立しその選考には透明性が求められるが実際は真逆になりそうな雲行きだ。 正解を巻き込んだ複雑な人間関係が背後にあり、一部では県営の中で知られる大物二人による代理戦争とも囁かれているということですね。森,森会長の公認を選定する候補者検討委員会は、 男女はほぼ同数の計12未満の理事で構成されている。現時点で次期会長候補としてスピードスケート銅メダルの橋本聖子五輪大臣が本命視されているほか競泳金メダルで初代スポーツ長官の鈴木大地ハンマー投げ金メダルでスポーツ庁の室伏広治長官 アーティスティックスイミングシンクロ銅メダルで本誌がオーナー候補と報じた組織委員の小谷美香子スポーツディレクターバレーボール銅メダルで日本バスケットボール協会の三ツ矢優子会長ら五輪メダルの名前が挙がっていると早ければ今週中に検討委員が候補者を 絞り込み、その後の臨時理事会で新会長が誕生する見通しとなっていると中でも一部関係者が重大な関心をしているのが橋本 VS 小谷経営の中といわれる森会長 JOC 前会長の武田氏による 代理戦争と目されている森会長の出身派閥に属する橋本さんはいわゆる森ライン小谷さんは武田さんと深い絆があるああそういうような関係があるということですね。 森会長 VS 武田氏っていう裏にあるっていうことなんでしょうかね。で女性蔑視からこのようなあ次期会長を選ぶ、えー、でまたちょっと複雑な組織のしがらみがあるっていうことなんでしょうけどただねこれどうなんでしょう。女性蔑視発言個人的にはそんな問題ないと思うのに。 テレビマスコミによって毎日のように報道されていることによって、えー、森会長が辞任するということになってしまったんですけどもある意味この,その反対勢力っていうかそういう人たちがねこの時だけこういうふうな反対をするんじゃなくて今中国来年中国で冬季オリンピックが開催されるんですが。 そのウイグル弾圧ですよね、民族浄化、そういうことを今、中国がしている中で、その今回、森発言の女性蔑視発言だけを、ね、反対だとかっていうのでなくて、国際的にはもっとウイグルに対して反対するべきではないかと思うんですよね。多くののウイグルの方が 屈辱的にレイプとか臓器売買に使われていたとかそういうのが現実にはっきり分かっている中で日本のねその森首相を退任させて日本の恥だと女性差別蔑視日本の恥だと発言している方たちがなぜウイグルの弾圧に関しては無言であるかということなんですよね。ちちょょっっととと今その日本はちょっとおかかしいというか 左側の勢力が強すぎて日本は今おかしくなっている。それが今現実ではないかなと思います。はい。ということで以上になります。